おはようございます。釣り子 TV です。このミハラムシっていうのが売っていたんで買ってきてみました。ミハラムシ918円。虫系のルアー大好きなんで、こういうどうなのかなと思ってまずは買ってきたんですけども、ちょっと開けてみますね。こんな風に入ってるんですね。開けてみます。おお、こんな、これが、ミハラムシで、いろいろネットでどんなやつだろうか、調べていたら、ミハラムシってのは虫っていう名前をつけているけども、なんか実はエビパターンに特化したエビパターンのバスを、釣るために作られたワームだなんていうふうに書いてありました。虫っぽく見えて虫っぽくプチャンってあれば、みんな使っていればトーナメントの時とかに、あ、虫パターンが来てるんだってみんな勘違いするようにっていうことで、何か周りをこう、目をそらすためにですね、ミハラムシっていうふうに名前がついてるんですけど、実はなんかエビパターンを攻略するために、すごい効くルアーっていうことみたいですね。もちろん虫っぽくも使えるんだと思うんですけども、そういうことみたいです。で、2インチのアンクルゴビをこうラバーを入れて改造したっていうような風に、なってるんですけどね。非常に、わあ、確かにな、うん、エビなんだよって言われたらエビな気がしてきたんで、そういうのに投げてみたいですね。こいつにはものすごい秘密が隠れているみたいで、これただチューニングしてこう一個一個刺さってる風に思えちゃうんですが、実はなんか中がすごい秘密が隠されてるみたいなんで、ちょっと一個もったいないですけど、バラしてみたいと思います。持ってきたのはですね、このカッターなんですけど、これでですね、ちょっと内臓が全部つながってるってなんか書いてあったんで、その内臓パーツをですね分解して見てみたいと思います。はい、カッターで切ってみたんですけどね。うわー、本当だ。これ今分解したんですけど、こんな内臓が入ってるんですね。これはー、すごいな。これのためにこれを作ったんですね。なのでこいつがこう入ってるじゃないですか。で、マス針をかけると、この中のシリコンラバーのこの部品に針が刺せるわけなんで、ぶっ飛んで行きづらい。ワームだけのところに刺してたらちぎれちゃいやすいと思うんですけど、針が実際にはこいつに刺さるわけで、非常に飛んで行きづらい、こういうことになってるんですね。いやー、これはアイデアですね。すごいな、よく。これはいろんな似たような虫いっぱい出てますけど、今かつやりますね。
三原星。ああいいな、こういうなくなりづらいテンポよく打ち続けられる、こういうのすごい注力して頑張って考えてくれてるのすごいありがたいですね。こうなってるわけです。ああすごい秘密が隠されてますね。ピピピピピ、こういうことになってるんですね。もったいないからまあバラすのは俺一人ぐらいで十分だと思うんですけど、これであと残り4匹しかいなくなっちゃったんで、これはまあなんか取っておいて大切になんかの部品にしたいと思いますが、こういうことになっております。はい、三原虫。こんな感じでブリスターパックに入ってくれてるんで、まあ何個かパックにスポンスポンって入れておいて、あー虫だなーとか、いやーエビピンピン跳ねてるからちょっとライトなのやりたいなーっていう時にさっと出して、さっと出して、ってことはまあシリコンが来てるこっちに針刺した方が良さそうですよね。ここにピッてマス針かけてピッて投げるとすごいいいんじゃないかな、こういうことになっております。はい、ミハラムシでした。次はもう釣り場で早速使ってみたいと思います。釣り子 TV でした。